さあ始まりました。野田の穴ですが、もう春、はい、ね、もうここにいるからわかるでしょう。今回は例の大久保、お願いします。お願いします。え、みんな楽しみにしてました。元ジャイアンツコーチでいいの？そうです。一年間。まあ一番はね、その脱退した優勝できなかったんで、うん、まあ原監督辞められるということは、うん、もちろん退団という。潔いよね、当たり前のことだと思うんですよね。デーブのその潔さが男らしいね、好きだな。なんか、うん、今だから話せますけど、シーズン途中にまあなんか監督にはお話ししたのが、もし監督が万が一ですよと退団されるなら、うん、あ、優勝の目が完全なくなった後なんですけど、うん、僕はもう退団させてくださいっていう話をもお願いしてたんで、そこはなんていうんですかね、誰かが責任取って辞めないとファンも納得しないと思うんですよね。まあでも、だからじゃあ辞めるって何かって言ったら、生活圏はなくなるわけじゃないですか、うん、1年契約でもとりあえず給料もらって、うん、とこを引くということは、うん、責任取ってそういうことだと思うんですよ、ね、謝りゃ済む話じゃないですもんね、うん、謝罪だけじゃなくて自分は引くというのは僕にとって普通なんですよ。だからかっこよく生きていきたいです、男としては。まあね、それはかっこいいんだけど、ね、でもそうじゃない人いっぱいいるじゃん。まあ多いです、ね、まあ、仕方ないですよね、それでしか食べれない。で僕は正直そのやっぱり失敗ってこう肥やしになるとかいう時、失敗した人はそう思わないですよね。苦しいから、その時は失敗してる間は、うんうん、もう私しかこんな苦労してないんじゃないかと思うけど、うん、振り返ったら死ぬこと以外かすり傷なわけですよ。もうあの時はだから僕は優勢殴った事件で、殴っていないのに殴った事件で、うん、途中解雇という、うん、もう永久追放という形のようなもんで、うん、まあ無収入ですよね。メディアの仕事はもちろんない、野球しか食ってない人が、うん、そっからやってるから、あ、人間ってなんだ、頑張ったら生きていけんじゃねえかみたいなのは金じゃねえだろ。まあまあでもデーブはさ、こういうキャラだし、こう手を差し伸べてくれる人が周りにいっぱいいるから、あの、ね、そうですね、その頑張り方は僕は不器用だと思うんですよ。政治家になれって星野監督によく言われたんですけど、うん、政治家になるってことは次自分がこう困らない生き様をしろってことだと思うんですね、うん、例えば、チームが勝つのが大事だけど、うん、自分の生きていくのを大事にしろって、うんうん、で親父それは俺できませんと、うん、やっぱりこう監督を優勝させるためにいるわけだから、うん、それが良かれと思って、いう生き様しかできない。自分が食うのは先にできないし、横にもできないし、後ろにもないって言ったんですよ、うん、いやだからね、そういうさ、コーチが全員がそういう気持ちで野球やってくれりゃいいんだけど、そうじゃないから、逆にさ他との溝できちゃうじゃん。そうなんです、それは感じましたよね、うん、そのまあ一生懸命やんない方がいいのかななんて、ね、簡単にはみんなのことをおだてときゃ敵はできないわけですよ、うんうんうん、でもそれって勝ちたい中の一つに全部が入ってるならいいですけど、うんうん、いやいやここは立たないと、経験上まだ若い子たちもいるわけだから、うん、こういう方法もあるぞって言ってあげなきゃダメだなっていうのもあったし、でも誰かそういうのがいないと、いくら時代が変わったとはいえさ、そうですよね、野球の世界ってやってること一緒だからさ。そうそう、ちょっといいですか、電話、マネージャーとか、もしもし、ぜひやりましょう。はい、すいません、ありがとうございます、すいません、失礼します。はい、なんという爽やかな対応。まあ、明日荷物引き上げなんで、いいタイミングで、はい、来ましたね。めちゃめちゃでもなんかこんな簡単なんだとか、なんか球団事務所行ってさ、なんかこういろいろ代表と話してとか、そんなんじゃないんだね。なかったっすね。その楽天の監督辞任した時も、うん、最後の大阪遠征で京セラの時に、うん、残り何試合かな、まあもう1ヶ月ぐらいですかね。でももう僕ちょっと辞任しますと、うん、なんで他の監督も探してくださいと、うん、いう話もして、その回最後まで指揮は取りますと、
途中休養だけやめましょうと、うん、それだけ約束してくださいと、うんうん、一番これ僕で俺というよりも球団が割られますよとっていう話して、もう辞める意思はもうお伝えしたんで最後までやるっていう約束だけしてくださいと僕が。でもなんか12球団の中でもジャイアンツはもっとなんかそう格式ばってそういうところちゃんとやってんのかなって多分みんな思ってると思う。うん、僕は一番最初も監督から、うん、メッセージが入って、うん、でちょうどその頃僕ジャイアンツのプロ野球ニュースとかでもこう厳しいことを言い出してたんで、うん、はっきり言いますっていうのが一番上に見えたんで、うん、怒られるようなと思ったんですよ、うん、お前言い過ぎだからそしたらまあ一緒に来年やってくんないか、うん、ドヒャーみたいな。僕の生き様が決まったのが、うん、まあライオンズを解雇されて、うん、今もう亡くなっちゃった、もう亡くなりになって店ももちろん閉めちゃったお寿司屋さんが大原の交差点にあって、うん、甲州街道と神奈川の交差点のところに、うん、茨城の先輩がお寿司屋さんやってたんですよ。で一番最初水野さん連れてもらったんですよね、ジャイアンツの、うん、それからまあ茨城の僕後輩だってこと可愛がってもらって、でまあたまたまクビになったと言ったんですよ、うん、たまたま、あここ俺昔来たなと思って、どやさん元気ですかつって、なんで顔出さなかったんだよなんて話になって、でそこ行き出したんです。でも僕はもう仕事ないの知ってるわけですね、もちろんその優勢殴ったって、うん、でもこの理由も何も聞かないでくれて、でこっちも注文しないんですよ、飲み物だけ飲んで、うん、おやさんが出してくれるもの、なんとお会計が1000円なんですよ1000円1000円だったんです。もう金ないの分かってくれて、僕もそろそろなんかデーブっていいやつだって言われたい、人生送りたいって言ったらちょっと弱気になってるんですよねって言ったんですよ、うん、だからおやさんがデーブさんで100人のうち51人がデーブいいやつだって言えばいいやつが多くなんですと、うんうんうん、で逆ですよね、その例えばややデーブ嫌なやつだって言われるのが51人、この差で生き様変えんですかと、うん、俺は変えない方がいいと思う、デーブ、うん、僕は今のデーブが大好きなんだって言ったらみんなお客さん拍手してくれて、あし俺このままで生き様でいこうと思って、うん、ってことはじゃあどういう生き様かっていうと、嫌なものは嫌で、バカにされるのは許すけど、舐められたら承知しねえぞっていう、バカにされるのいいんですよ、デブだなとか、うん、言われるけど、こう舐めた態度ってあるじゃないですか、こうなる舐めやがったなみたいな、ね、上かかって年下こうやって呼んだなこらみたいな舐めてなきゃできねえだろこんな野郎みたいなのは許さないぞって生き様を変えなかったんですよ。で目上の人でもなんでも3回は我慢しようと、うん、4回も同じこと言ったらもう切れんぞこらみたいな、先輩です3回目ですって、うん、何舐めたこと言ってんですかって、うん、でこれをずっと我慢し、いいんだいいんだ何でも好きに言っては、 やれば好かれるのも分かってるんですよ、うん、そうっすねなんつって、そうっすかなって、でもこれをやめたんですね。だから敵ももちろんいるわけですよ、うん、だけどその時刻まで自分で決めてから、なんかこう自分の中では充実感が残って、うん、で毎日が今日人生最後と思って生きてるんですよ、いまだに。今日人生最後の日だから全力で、全力で頑張ろう。だからおせっかいにも程があるほど、なんか頼まれてもいないのに頑張っちゃう自分もいいんですよ、うん、迷惑がられるけどこう喜ぶんじゃねえかと思って、うん、なんかこの俺の愛してる人はチョコレートが食べたいんだなと思ったら、そこら中のチョコレート見に行っちゃうわけですよなんならもう全部買って帰るからみたいな。かわいい。でもそういうなんかそういう自分でいいよって、もう自分らしく。あでもさ、この今の時代ね、結構ギャップというか、他のスタッフと溝を感じることもあったんじゃない。そこは、うん、なんでこう大人といえば大人なのは自分の意見を殺す、うん、僕はミーティングでも自分の意見は言う、うん、そこ、うん、それ言うのかみたいなことまで僕は例えば言うので、例えば、うん、坂本勇人がやっぱりすごい打者、うん、だけどやっぱボールをこう怖かったように様子を見えた時は、うん、やっぱ勇人あたりの選手が怖がるっていうことをすれば、若い選手はやっぱりそれがいいと思うと、うん、だからやっぱりこの若い選手をいかにこう怖がらないで向かっていくかっていうのを俺は育ててたいっていうのをミーティングで言っちゃうわけです、うんうん、と必ず喋る人がいるわけですよ、うん、坂本に、うんうん、そこでまあもちろん溝はできるけど、で坂本、じゃあ僕のそこの狙いは、坂本がこのクソデブと思って、うん、じゃあ打ったらいいんだろこらって言って打ってくれりゃいいわけです。うん、はい、まあ、いろんな方法もどれも僕は正解だ、
正解だと思いますよ、その、うん、言わないのも正解だし、うん、おだてんのも正解だし、うん、ただその僕も生き様ではないなっていうのはあったし、うん、そこの溝を埋めようともしなかったですね。ああまあだからこう本当は俺もあのデーブみたいにやりたいんだけどな、俺にはできねえやって思ってるのがたくさんいるんだろう、ね、でデーブはそれができちゃうっていうのとそのキャラ的な部分があるし、でもこれさあのいつもデーブの俺プレビューニュースの回数昔から見ててすっげえ感心してたっていうか、根本さんも何も喋んねえぐらいならおべっか使えって、あ酒井さんって代表が、うん、2位も6位も一緒だみたいな代表が選手にこう切れて文句言う、自分が3割打ってチームが勝てなくても結構心の中で北斎演でる部分があるんじゃない、そうですね、確かにまあもうすごい踏み込んだ感じの話になっちゃうけど、うん、なんで勝てなかった、まずは、うん、まあ、正直簡単な話ですよ、解説者として見たら、Yeah.